これはある男の物語である。ここ最近勝ち星から遠ざかっている現状を打破するため鬼頭勝利に改名し挑んだ先月のスマッシュ19。しかし結果は、なんかあんまりパッとしなかったですかね。なんかしっくりこなかったっていうか、もうこれもうこうなったらね、また改名するしかないですかね。MM、名前以外特に変わった様子のなかった鬼頭勝利の名をあっさりと捨て再び改名宣言。実はですね、自分以前から白井美緒選手の大ファンでして、次回ついにですね、試合で肌を合わせることができるということで改名したいと思います。こちらです。鬼頭ロミオと言います。実は昔から心を寄せていた白井美緒から名前を取り、鬼頭ロミオとして生まれ変わった。そして念願のご本人登場だが、私普通にイケメンが好きだから、お前みたいなブサイクマジないんだよね。勘弁してほしいんだ。憧れロミオから強烈な言葉を浴びせられてしまったロミオ、しかしこの後とんでもない行動に出る。振り向かせるためにちょっとやっぱりまた解明していいですか。ちょっともう変えたいですね、やっぱり。鬼頭ロミオ改め鬼頭拓也で行かせてください。鬼頭拓って呼んでください。木村拓也の野党、その拓也でちょっと違うんですけど、それは、まあ、いいんですよ、鬼頭拓ですよ。鬼頭拓也に三度改名し、愛する美緒との四十八手の合体技を次々と披露する鬼頭拓。マスコミの前とかだとちょっとやっぱり照れちゃうんで、ああいう態度取ってるんですけど、もう実際裏ではもうラブラブです。鬼頭拓の暴走する妄想に美緒の怒りは沸点を突破。落ち着いて、ふざけんな、落ち着いてられん。もうふざけんじゃねえ、マジで触んじゃねえよ。傘もこれ掴むなんねえだろ、こんなの。誰だろ、もう私こいつに触れられたらマジもうスマッシュ出ねえかんね。なんとパートナーの鬼頭に触れられたらスマッシュと絶縁。金輪際スマッシュに出場しないと宣言した美緒。そんな最中、対戦相手には特攻ヤンキー宮本優子がスマッシュ初見参。思ったんですけど、酒井さんもしかしてなんか同じ匂いがするんですよ、僕と。もしかしてモテアンですか。足立区で、ほんまもんじゃないですか。いやいや、とんでもないです。かけてみます。危ない社長、一方通行、鬼頭拓の歪んだ愛の行方は。そして美緒は鬼頭拓のおさわりから逃げ切ることができるのか。第4試合、宮本優子、レイ、陽平対鬼頭拓也、白井美緒、児玉雄介。